マキシマは日産自動車が製造、北米、メキシコ、ドバイなどで販売するセダン及びワゴンである。日本でもかつて販売されていたが1994年に同ブランド名の車種は販売終了し、国外専売モデルとなっていたが、2019年10月からはインパルが販売元となり、販売を開始した。日本国内での販売期間は、 ブルーバードマキシマを名乗っていた時期を含めた1984年から1994年の10年間。生産は A33 型までが日産自動車追い浜工場で行われ、それ以降のモデルは北米日産会社スマーナ工場で生産されている。オーストラリアではティアナ、サウジアラビアや UAE ではセフィールを同盟で販売している。また、 かつてはローレルを同盟で販売していた国もあった。1981年に910型ブルーバードをベースとするダツン810巻島を北アメリカで発売。なお、1983年まではダットさんの名前が冠されていたが、1984年モデルからは日産バッジを付けた日産モデルの日産巻島となった。 当時アメリカで発売されていた、日産の最高級車種として発売され、トヨタクレシーダやアウディ4000などと競合すべく、同市場で人気の6気筒エンジンを搭載するために、全部ドアより、以前の部分を中心にブルーバードよりも全長が 99mm、延長されていた。4ドアセダンと、同ワゴンの2つのボディが用意された。車格感を出すために、メッキを多用した。 グリルデザインへの変更やオーナメントが追加されたほか、大型バンパーが標準装備とされた。エンジンには L24 型をもとに燃焼室形状の変更による有害排出物の低減とコンロットの薄肉化やメタル幅の縮小などの低フリクション対策を施し、燃料供給を EGI とした時62.4 62. リットル L24E 型が採用され、また、 1981年から1983年までアメリカ市場では、時記録2.8リットル OHCLD28 型ディーゼルエンジンも採用された。なお、駆動方式は後輪駆動であった。トランスミッションは3足オートマチックトランスミッションおよび5足マニュアルトランスミッションが採用された。また、パワーステアリングポンプは厚着工場製であったが、一部の パワーステアリングポンプはアメリカのゼネラルモーターズ製であった。カセットとラジオを備えたカーステレオやエアコン、アルミホイールもしくはワイヤー調ホイールを標準装備する。他、導入当時アメリカ市場で人気があったツートーン塗装やホワイトリボンタイヤ、暗証番号式のキーレスドアやサンルーフなどもオプション設定されるなど上級車種として豊富な装備を備えていた。 さらにワゴンにはウッド帳パネルやルーフキャリアも用意されていた。1984年10月に日本ではブルーバードマキシマとして北アメリカ市場では引き続きマキシマとして同時発売。初代とは異なり日本仕様にも810型以来となる6気筒エンジンを搭載、日米同時発売されたことも話題となった。プ11系ブルーバードマキシマは 1> u 1 1系ブルーバードのフロントノーズ部分を 90mm 延長し、セドリックなどの FR 車に搭載される V があった6、気筒 VG20ET 型エンジン、専用グリル、大型パンパーなどが与えられ、駆動方式が FF に変更された。ちなみに V6 エンジンと FF の組み合わせは日本初であった。また、輸出使用者には、 v 6 3ル VG30E が搭載され、トランスミッションは4足オートマチック及び5速マニュアルが、組み合わせられた。1986年1月にマイナーチェンジが行われ、フロントノーズがややスラント化されるのと同時に、テールランプのデザイン変更。VG20E エンジン車を追加。なお同年末には、アメリカ仕様も内外装の変更が行われた。 1987年2月、北米仕様にワゴンを追加。北米における安全法規変更対応のため、同月にオートマチックショルダーベルトが新たに装備された。1987年5月に一部改良。社名を、それまでのブルーバードマキシマからマキシマとして独立。販売上ブルーバードシリーズからの離脱を図る。ただし正式名は、 ブルーバードマキシマであり、形式は U11 型のままである。1987年9月に4気筒エンジンのブルーバードがフルモデルチェンジされたが、ブルーバード版ワゴン6気筒エンジンのマキシマは U11 型で引き続き生産。1988年生産終了。ワゴンモデルはこの台で廃止された。1988年10月に J30 型にモデルチェンジされ新発売。日産はこれを4ドアスポーツカーと称した。このモデルは日本ロゴナンバー枠の全幅を上回る最初のモデルであり、3ナンバー専用の大柄なボディによる広い室内、4輪、アンチスキットブレーキシステムが搭載され、3.0リットルの V6 エンジンによる太いトルクと静粛性により快適性を追求した。 ファミリーカーを標榜した。日産車の中ではいち早く ABS を搭載したモデルでもある。ただし、車両重量は先代モデルよりも減少しており、v 6 3 l エンジン搭載車種の中では一番軽量である。全モデルで採用された前輪駆動を踏襲し、トランスミッションは4足オートマチック及び5足マニュアルを採用。上記にあるように、初めて、 日本国内の5ナンバー枠を超え、かつ世界市場で共通のボディを持つことを強調するため、日本市場においては、ティザーキャンペーンでは、陣内隆のり、大橋巨船、倍賞三つ子が CM 出演。デビュー以降後期型の登場まで CM 出演者は4人のアメリカ人タレントとされた。1989年8月にスポーティ仕様の SE を追加。 その後1991年1月には SV が追加され SE が廃止される。1990年にアメリカのカードライバー誌の10ベストカーにマキシマ SE が選ばれる。1991年1月 3000SV 追加。1991年8月に行われたマイナーチェンジで専用の VE30 系 DOHC エンジンが搭載され外観。 装備ともやや豪華さと高級感を意識したものに変更される。同年年頭の 3000SV 追加時に一旦カタログをちしたスポーティ仕様の SE が復活。1992年にアメリカ市場の SE モデルに V63.0LVE30 でエンジンを搭載。なお、もう一つのグレードであるグックスには生産終了時まで。 VG30E 型エンジンが搭載された。また、同年、アメリカ仕様の外観が変更され、全高が 1400mm から 1346mm に縮小された。同年に、ローレルの後継者としてヨーロッパでの販売を開始。エンジンは VG30E のみを搭載した。1993年12月に生産終了。在庫対応分のみの販売となる。 1994年8月に販売終了。新車登録台数の累計は27,214台。その後日本向けは、セフィーロ A32 系と統合され、セフィーロ A33 系を経て、ティアナとして販売していたが、現在は廃止。マキシマは再び輸出者専用ネーミングに戻った。なお、J3 の形式は、ティアナに受け継がれており、前述の通り、 一部地域では日本でいうところのティアナがマキシマとして発売されている。1994年5月にセフィーロの北米市場専用モデルのマキシマとして登場。後に兄弟車種として3.0リットルモデルがインフィニティ I30 として北米市場に投入される。なお I30 はボディ自体は A32 型セフィーロそのものであるが、 フロント周りとテールランプ周り、ホイールのデザインが独自のものとされ、内装もセンターパネルのデザイン変更や、レザーシートを採用するなどして高級化が図られている。エンジンは v 6 3 0 l v 9 3 0で型のみを搭載され、4速オートマチックトランスミッションと5速マニュアルトランスミッションが組み合わせられる。1995年1月にモータートレンドの インポートカーオブザイヤー1995受賞。同年、ヨーロッパ向け、マキシマ QX として、AA32 型セフィーロが投入される。さらに、1995から1996年の、カードライバー10ベストカーに、マキシマ SE が再度選ばれた。1997年には、マイナーチェンジが行われ、クリアレンズヘッドライトの採用、テールランプや、 フォグランプ、フロントグリル、リアデザインの変更など、外装の変更が行われる。また、それに伴い、全長が 4768mm から 4811mm に延長された。さらに、同時に、ステアリングや CD プレイヤーなど、内装の変更も行われた。1998年、サイドエアバッグをオプションとして追加。百九十九年、 小変更。エンジンイモビライザーの標準装備化、トラクションコントロールシステムのオプションとしての追加などが行われた。2000年3月にヨーロッパ向け、マキシマ QX を第70回ジュネーブモーターショーに出品。2000年にはアメリカでマキシマ販売開始。カリフォルニアのラホーヤデザインスタジオでデザインされる。日本仕様のセフィーロとはフロント、リアともに、 デザインの差別化が図られた。当初、エンジンは、先代同様、V63LVQ30 でのみを搭載していた。また、トランスミッションは4足オートマチックと、5足マニュアル、および6足マニュアルが用意された。2001年、特別使用者、20th Anniversary Edition を発売。エンジン出力は 166kW から 170kW に増加した。 2002年にはマイナーチェンジが行われ CI を現行のものに変更しエンジンを3リットル VQ30 でから V63.5 リットル VQ35 でに変更 h i d ロービームヘッドライトも採用されたまた全長も 4839mm から 4864mm に増加した2003年特別使用車、チタニウムエディションを発売 内装などが標準車と差別化された。2003年1月に北米国際自動車省に北米専用車両として A34 型マキシ島を出展。プラットフォームはティアナと同じ FFL プラットフォームを利用する。搭載するエンジンは V 型6気筒 DOHCVQ35、出型のみで4速オートマチック、5速オートマチック及び6速マニュアルが、 組み合わせることで北米地域におけるティアナのスポーツバージョンとしての位置づけとなっている。生産拠点は北米日産のテネシー州スマーナ工場。2003年には日本でセフィーロとローレルが廃止され統一後継者としてティアナに統合された。オーストラリアとニュージーランドへはティアナの現地販売ブランドとしてマキシマの名称が用いられている。2007年には マイナーチェンジが行われ、フェイスリフトを行い、フロントグリルやヘッドライトのデザインの変更を行った、他、エクストロニック CVT を新たに装備。また、全長が 4915mm から 4938mm に増加した。また、マニュアルトランスミッションは廃止された。2008年、特別使用車、プラチナムエディションを発売、同年生産終了。 2008年にニューヨーク国際オートショーにて発表。ティアナと同様に新たに D プラットフォームを採用した。アルティマにも2001年モデルから 3.5L の V6 エンジンが設定され、2006年モデルからはプラットフォームもマキシマと共通となっているが、北米日産ではマキシマをもってフラッグシップモデルとしている。自動車業界全体がのきなみ車体拡大を繰り返す。 中、前行は低く、前幅は広く、前長は短くなる。前長は、アルティマヒ約プラス 20mm という短さとなったが、これらの数値は、ハンドリング性能向上のためである。デザインは、ポルシェターボや、アストン・マーティン V12 バ番キッシュを意識したとのこと。開発は、日産、フェアレディ ZZ34 と、同時期に行われており、北米市場においては、 Z は3ドアスポーツカー、マキシマは4ドアスポーツカーというポジションであるため、ブーメランがあった前後ランプなど、共通のデザインをとっている部分もある。また、19インチスポーツタイヤやウィンカーミラーなども装備された。エンジンは V63.5LVQ35 でが搭載され、トランスミッションはパドルシフト付きのエクストロニック CVT のみが組み合わせられる。 2008年6月には2009年モデルとしてアメリカでの販売を開始。また、2010年モデルからはディーゼルモデルが追加される予定である。2015年のニューヨーク国際オートショーで披露され、同年6月3日に北米市場で発表、発売を開始した。日産の最先端技術を搭載した8代目となる、同社は優れた走行性能、最新のデザインを誇り、 中型セダンセグメントに新基準を打ち立てる4ドアスポーツカーとして革新的なモデルとなっている。新型、マキシマは2014年の北米国際自動車賞で披露した斬新なスポーツセダンコンセプトをコンセプトモデルとしている。同社に搭載する新型3.5リットル V6 エンジン VQ35 では形式と基本設計こそキャリーオーバーではあるが、 約6割の部品を新規に採用したことで、従来型比15%の燃費向上を実現。6400rpm で300バリー機の出力が得られる。また、プラットフォームも先代の D プラットフォームのキャリーオーバーだが、新たに CMF の技術要素を盛り込んでいる。エクステリアは、スポーツセダンコンセプトで提示した新しい基本、設計概念に基づき、 同セグメントとしては、画期的なワイドアンドローによりスポーティーなプロポーションを実現した。さらに、V モーショングリル、ブーメランシェイプのランプ、フローティングルーフ等、最新の日産デザインランゲージを余すことなく、表現している。インテリアにおいては、ダッシュボード及びコンソールのレイアウト、ドライバー側に振ったコンソール上のディスプレイコマンダーが、スポーティーさを感じさせる一方で、 素材や仕上げにこだわった作り込みが同セグメントにふさわしいプレミアム感を表現しており、これらが絶妙にブレンドされた空間を実現している。新型、マキシマのハンドリングと乗り心地は、日産ブランドのセダン初となる一点に、g p a 級高成形成長配点材の採用により向上した。また、これにより、現行モデルに対して、 ねじれ合成を25%改善し、82ポンドの軽量化に成功した。2015年8月には、韓国日産を通じて、韓国市場でも販売することを発表、同日に予約開始を行った。2015年11月には、中国使用者は、甲州モーターショーに発表。2016年4月25日から、同市場での販売を開始した。 2019年10月にはインパルを通して日本国内での販売を開始。ベースは北米使用者でトーカルイなどを国内の法規に改良しての販売となる。英語のマキシマムの複数型でマキシマより最大限、最大数などを指す言葉。もともとはブルーバードの北米輸出向け六気筒エンジン搭載車のシリーズ名であった。また、さらに遡れば、 エージュスタンザの最上級グレード名でもあった。ありがとうございます。